6歳から27年ずっとサッカーです。今も昔もサッカーが大好きです。サッカーが教えてくれた大切なこと、僕たちの夢は続いていく。ルートボールイズドリーム。なにわのポリバレントプレーヤー倉田修。高校生時代ガンバ大阪ユースでプレーしていた彼はどんな思いでプロを目指しプレーしていたのか。ガンバ大阪の、コーチとかに相当足元が鍛えられたんで、ボール回しとか、その後まで僕身長もでかくないし、すごい身体能力もあるわけじゃないんで、それを身につけれたことによって今プロでもうある程度はできてるんじゃないかと思うんですけどね。なんか本当の日本一を決める大会っていうイメージがあるので、やっぱクラブユースはやっぱクラブチームしか出れない大会ですし、真の王者を決める、大会やと思ってましたね。俺らの時代はやっぱクラブチームの方が、 J のクラブチームの方が足元しっかりやってみたいな。で高校生は、さらになんか走れる、走って戦えるっていうチームっていう印象が強かったんで、ちょっと やってるサッカーはちょっと違うかったかなっていう印象でしたね。高校3年生の時、日本クラブユースサッカー選手権大会の決勝戦に出場した倉田選手。この試合で決勝ゴールを決め、大会 MVP に輝いたことは今でも忘れられない思い出だ。予選の時に高熱出しちゃって、めっちゃしんどい中で一人だけなんか長袖でやって戦ってて、うわしんどいなっていう印象の方がちょっと強いですね。本当にきつかったですけど頑張ってよかったですね。今の自分があるその3年に全部詰まってると思いますね。そこで頑張りずに入れなかったらプロにも慣れてないし、そこで毎日必死にやらなかったら今の自分はないと思ってるんで、本当に人生で一番大事だった3年やったかもしれないですね。その時西田さんやったんですけど、やっぱりポジションでしっかりつないで攻撃的サッカーやったんで、そこまで違う子はなかったんですけど、最初もう自信満々で、もう自分が一番と思ってプロにの練習行ったんですけど、完璧に打ちのめされました。でアウェイの浦和戦やったんですけど、あそこすごいじゃないですか。やっぱ人も雰囲気もすごいとこで最初やったんで、けど逆に雰囲気やから逆にあんま緊張せんかったというか、もう思いっきりやるしかないというか、別に自分でミスしたからといって失うもん何もなかったんで、思いっきりやろうって試合前に思ったの覚えてますね。自分の成長のためにどんな壁が立ちはだかってもチャレンジしてほしいという倉田選手。プレミアリーグを戦う選手たちの活躍に大きな期待を寄せている。今しかできんことは高校生の時にいっぱいあると思うんで、それをやった選手がプロになっても活躍できる選手だと思うんで、やっぱ周りから教えてもらうだけじゃなくて、自分で自分の足りないところであったり自分の長所をしっかり考えて、いろいろやってほしいなと思いますけどね。高円宮杯 GFA U18 サッカープレミアリーグ、 J リーグのユースチームと高校サッカーも競合。20チームが9ヶ月にわたり熱い戦いを繰り広げる。そしてプレミアリーグ出場チームに潜入取材、チームの内情に迫る。フレッシュ、お見逃しなく。詳しくはスカパーサッカーで検索。6歳から27年ずっとサッカーです。今も昔もサッカーが大好きです。
サッカーが教えてくれた大切なこと、僕たちの夢は続いていく。フットボールイズドリーム。